半導体およびフラットパネルディスプレイ製造装置における日本が誇る世界のリーディングカンパニー東京エレクトロン最先端の技術と確かなサービスで夢のある社会の発展に貢献しますを基本理念に掲げ1963年の創立から半世紀以上世界の半導体産業の歴史とともに歩み成長してきました。 革新的な技術力と多様なテクノロジーを融合する独創的な提案力を武器に半導体とフラットパネルディスプレイ産業に高い付加価値と利益を生み出す東京エレクトロン河合俊樹代表取締役社長 CEO に価値創出の源泉となる人材についてと現在の世界情勢を踏まえた今後のビジョンをお聞きします。 よろししくお願いあの、まあ、ロシアによるですね、まあ、ウクライナへの、まあ、侵略戦争の結果、まあ、経済的にも多大なる影響が出ていますで、まあ、それに、まあ、G7 サイドからの、まあ、経済制裁っていう、まあ、民間企業は、まあ、多大なる影響を被持っていると思うんですけども半導体の製造装置メーカー から見ると、その影響ってはどんなもんなんですかね。はい、あの。まあ、あの、短中、長、おき、それぞれの中で、観点で、ええ、まあ、見ていかなければ。いけないなと思ってはおります。ええ、まあ、あの、直近のところで、申し上げますと。ええ、その、ロシア、あ、それから、ウクライナ地域に。 まあ直接その大きな取引というものがまあ今存在するというわけではないので、うん、まあそういう観点ではあ限定的であろうなというふうに思っております。た、まあ、ただあの宝部さんおっっしゃった通り まああの各国の制裁だとか規制だとかエネルギーコストの影響だとかそれでなくても今あの部材不足というふうにまあ言われている中でまあこのエリアにつきましては一企業として地政学的なところに対してのコメントをする立場にはございませんがまあ注視していかなければいけないだろうなというふうに思っております。まあ、ただし あのこのデジタル化の進展において、まあ、中長期的な観点で半導体の重要性<ー>、えー、半導体の技術革新の重要性は要するにますます高まってくると、まあ、そういう観点で言いますと、まあ、あのそういった情勢に一喜一憂することではなく まあ世界の、まあ、半導体の技術革新をリードする、まあ、あの技術革新力世界をリードする技術革新力を持っていくこと、まあ、この辺のところがまあ重要であろうということでその点を忘れずにオペレーションに当たっているというような状況でございます。さまざ、あ、まな問題はあるけれどもその成長性なり技術革新という、まあ、本源で的なところをしっかり見ていけばそうですねまあ 自分吸収できるという。はい、こういう感じですかね。ここはもう一喜一憂する。あの、今の手前、目の前のことに対して一喜一憂するのではなくて。えー、まあ、中長期的な成長と価値を考えて、まあ、取り組んでいくと。もう技術革新力を磨いていくということだと思っています。いや、あの、本当に。お言葉の通りに、業績も本当に。もう、この数年、うなぎ上りで。まあ、あの、日本の。 製造業っていうのは、まあ、僕も随分長いことを取材をしてきましてまあ結果的に、まあものづくりに日本と言っていたのは本当にもう、まあ、2030年前のもう過去の栄光であって、まあ、この10年20年はひたすら日本の製造業が世界で存在感を失っていくっていう 中でですねその東京エレクトロンそれから半導体装置に日本の半導体装置業界もそうなんですけどもまあ唯一と言ってもいいぐらい、まあ、グローバルに勝ち残っている存在なんですけどもこれはの、まあの結果的に今年度の決算もですね史上最高すごい数字になるようですね。 はい、まあ、あのおかげさまであの1兆9,500億円のまあ売上それからまあ営業利益率でいうと29.2%あとはああ ROE のところについては最終的に締めてからでは見てみ見ないといけないんですけれども、まあ、あの30%以上という目標についてはあの達成できるのではないかなというふうなあの期待はしております。 今2兆円近い売上げもこれもすごいんですけどもその栄養利益率の30%近い数字ってこれすごい数字ですよねありがとうございます大手の家電メーカーが本当に目標を5%に置いていたっていうぐらいな製造業でもそういう対象もたくさんあるわけでなんでそんな高い利益率が達成できるんですかね さまざまなの理由があると思うんですけれども、まあ、大きな理由を一つまあ申し上げますと、まあ、IoT それから AI それから 5G と、まあ、いうようなことでデジタル化の進展、まあ、データ社会え、うん、これはあの今後に向けてもそうだと思うんですけれども、まあ、そういったところでまあ,あの まあ世の中の潮流としてはまああのどんな状況でも経済活動が止まらないようにするために ICT 情報通信技術とそれからデジタルトランスフォーメーションを強力に実装していく流れがあってまあそこにおいては半導体の技術革新が重要半導体の高性能化が重要ということになります。その高性能化とというとあのよりり大容量であったり より高速に通信ができたりとかより高信頼性例えば自動車の自動運転なんかでもおー<ー>頑張りしてたら大変なことになるわけですから高信頼性それからやっぱり低消費電力化、まあ、この性能の向上が必要なわけなんですけれどもそれを要するにその半導体の性能を決めるその重要な装置を当,当社は持っていて。うん まあそこでのお要するにシェアがですね全て1位か2位とい、まあ、ったところ、まあ、この辺のお製品競争力それからまああのお客様との絶対的なその長年の実績に伴う信頼関係まあこの辺りがあの今の業績の方につながってきているというふうには考えております。なるほど日本の半導体メーカーカははかつてはあの 世界一のまあ統的な地位をポジションを勝ち得ていたのにそれがもう、まあ、大きく破壊、まあ、をして、まあ、今や、まあ、台湾や韓国やアメリカともう統的な製造半導体メーカーに取って代わられてしまったとこれはその装置メーカーの河合さんからその姿を見ていると。 どういうふうに半導体はの歴史は動いてきたかっていうふうに見えますすかねねそうです、ねまあ、あの私も東京エレクトーンの方には1986年に入社しましたので、はい、まあその時には日本の半導体メーカーさんがすごくその大きなシェアを持っていたという状況でしたが、えー、まあその後、まあ、移り変わってきたという状況でございます。 もちさまざまな経営判断がそのバックグラウンドにあったのかもしれないんですけれども製造装置メーカーの立場から、まあ、あ見るとですねやはりそのお一部昔はあのシリコンサイクルというようなものがあって<ー>、まあ、景気があの非常に厳しい時に、まあ、あの日本のお半導体メーカーさんさまざまなあ電気電子機器を扱われているようなところもある中において こと半導体に向けての投資については少し絞られたというような傾向があったのかなとその時にその海外のお客様半導体で勝負するといったお客様はここが要するに巻き返しのチャンスというようなこともあって追いつくチャンスというようなこともあって積極的な投資をその時にされていたと。 東京あの半導体製造装置っていうか半導体の,その業界の特徴は技術革新が早く市場の変化も早いとうまあいう特徴があるのですけれどもその時に継続的な成長投資を海外では強くやってたなという印象があってまあその辺りが、まあ、あの今のような状況になってるのかなというふうにはあの私の観点から見ると感じている次第ですういうあの ワードが出ましたけど、まあ簡単に言ってしまうと、まあ、交付教を、まあ、ジェットコースターのようにまあ繰り返すと、はい、その苦しい大きく落ち込んだ時でも当初やめなかったあの海外でとそれから国内ではそういう時は止めてしまったというところがあってその時にやっぱりけ、えー、開発の速度だとか、えー、まあそういったものは。 ああ、影響あったんではないかなというふうに感じています。うん。でも、そのシリコンサイクルの中である意味では、まあ、東京エレクトロンも装置メーカーとして、その波は被るわけですよね。その東京エレクトロンは、その投資を止めなかったっていうことなんですか。はい。まあ、それはあの。 えー、まあお客様とのお対話をそれぞれしっかりまあ行っていたわけなので、まああの海外のお客様ともお対話はしっかりやってったし、まあそれをそれとともに、まあ、東京エレクトロンのグローバル化が進んでったということです。で海外のお客様投資、えー、将来お客様が必要とする技術は何かというようなものを対話を聞いてですね、まあ、東京エレクトロンのお持っている技術。 を活用して付加価値の高い製品を提供してきたと。まあ、これの繰り返しが、まあ、今に繋がっているのではないかなというふうに感じております。いや、もう海外売上比率が、まあ、全体の8割。はい。まあ、とんでもないグローバル企業になったわけですけども。まあ、その先は、あのう、シのあたり、お聞きしますあ。そうですか。はい。あのう、ー。 いろんな記事を拝見していましてその去年の9月ですかコーポレート生産本部という新しい組織を立ち上げたと、まあ、これをの一般的にその半導体不足であるとか部材不足だという、まあ、こういうことを背景にその新しい組織を立ち上げられたんですけどもこれはどんな意図で 立ち上げられたんですよねいや、まあ、まさにあの今おっしゃいましたあの部材不足だとか需要はもう半導体の需要どん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 上がってきてるというようなことでございますので、えー、まあ従来の,その各東京都の場合には大きな工場が国内に4つあります岩手県と宮城県と山梨県と熊本県にあるわけなんですけれども、まあ、そこの各生産部門それから調達部門が まあ我々のパーートナー企業まあ仕入れ先を代表とするところとまあフォーキャストに基づいての調達を行っているわけなんですけれどももっともそのマクロ経済の状況をまあしっかりまあ見ていく必要もありますしまあここ数年でまあ先ほどの IoTAI5G 等々で2016年に対してまあ売上も3倍ぐらいになっているまあその分調達量も大きく増えていると。 これからのデータ社会を考えるととともっっ大きくくなっていくとサプライチェーンのマネージメントというのはものすごく重要な部分になってくる中において、えー、マクロ経済の動向を見てですね、まあ、あの各工場間の調整を図っていくというようなこと要するに安全品質それからあと環境規制等々への対応もですね、えー 統計力ーの18か国ぐらいに拠点を展開しているわけなんですけれども、はい、各国やっぱり環境規制等々に対対する対応も違っておりま,すまあそういうようなことを踏まえて作りましたで、まあ、最終的には、まあ、あの弊社の場合にはですね半導体業界のリーディングカンパニーでございますので。 あの直接の取引で約1,000社ぐらいの要するお取引先調達先があるわけなんですけれどもまああのサプライチェーン全体での要するに持続可能性サステナビリティを考えた上で東京エレクトロンの持つグローバル的な知見を要するにお取引,パートお取引先パートナー企業としっかりやっていくこと。 が重要だと思っています、まあ、プラス、まあ、先ほど申し上げました各工場間の例えば部材の共通化を図ることで、うんえー、要するに各工場同士で部材の融通性を高めることが、まあ、できるだとかあとはものがきちんと揃ってるっていうことはものすごく重要であって、うん、要するにものがないとどうしても製造にしわがいくもしくはお客様サイトでの 立ち上げにシワがいく、うん、そうするとまあ安全の観点だとか品質の観点だとかあとエンジニアの負荷ワーク・ライフ・バランスの改善だとかそういうことを考えていかなければいけないと、えー、まあ装置メーカーーカとししててサプライチェーンを強化していくんだとでそれを通じて CO2 低減等々への取り組みもサプライチェーンみんなで取り組んでいく必要が まああのこれからのデジタル社会の加速に向けて必要じゃないかなというようなことを考えてまあその辺の理由からあの昨年の9月に作りました今のお話の中でもいろいろお聞きをしたい点がいくつもあるんですけれども、まあ、一つはその、まあ、いろんなサプライチェーン全体を見てやっていくっていう。 まあ、いうのは簡単なんですけども、戦車もの。いろんなお取引先に、まあ、東京エレクトロンが考える品質。サステナビリティに対するアプローチなりをちゃんと理解してもらうのは、なかなか大変なことですよね。まあ、あの、まあ、やはりコミュニケーションというのは、まあ、風通しコミュニケーションというものは、ものすごく大事だと思っています。 まあこのようなあの発想が出てきたのはまああの東京力館の社員との対応を通じて私自身も気が付いたしまたあのこのコロナ禍において要するにグローバル世界のグローバル企業のお客様と対話することもよくあってまあそのお客様の取り組みなども非常にまああの参考になりましたし実際に各工場ごとで年2回の生産動向説明会と。 まあいうようなことを通じてですね、業界の動向だとかやっていかなければいけない取り組みだとか、まあその辺をしっかりやっているわけなんですけれども、まあそういったことでまああのコミュニケーションを図っていって、あのサプライチェーン全体の成長につなげていけたらいいなっていうふうに思っています。もう一つそのカーボンニュートラルっていうはこれもまあ世界的な流れがある一方で。 まあそうはいっても欧米は結構ダブルスタンダードでまあ自分で都合のいいところであのカーボンニュートラルを推し進めてでも実態としては都合のいいような戦略というかまあ国際的なそのビジネスの使用であるとかまあ政治そのものもまあ単純にやるっていうようなものではないわけですね。だけどその一方で 企業としては本当に真剣にその環境負荷を下げていかなければならないとでその半導体という今後ものすごいさらに伸びていくこの消費電力の量というのはこれすさまじいものがありますよねここの取り組みというのはどうなんですか 今あ課題になっているのは要するにデジタル化とその中においてやっぱり半導体の技術革新というのは、えーまあ、ものすごく重要だということで私も、あのー、グリーンバイデジタルとそれからグリーンオブデジタルとこの2つの考え方を持っています。 グリーンバイデジタルっていうのは例えばデジタルのとこ力でですね、まあ、要するに排ガスでまあ移動しなくてもまあデジタルの通信でできるとうまあいうようなものがグリーン・バイデジタルですねグリーンオブ・デジタルっていうのは例えばデータセンターとかの、まあ、低消費電力化を図っていくと<ー>まあいうことでございますので、まあ、そこにもやはり先ほど申し上げました半導体の高性能化低消費電力化っていうものが重要であって。 まあ我々はその半導体製造装置メーカーとしての専門性を生かしてまあ半導体の技術革新に貢献する装置でまああの納入することでですねまああの納入提供することでまあ社会の共有価値であるデジタルとグリーンの両立にまあ貢献していきたいというふうに考えております。そこでのバリューを通じて まああの継続的なあまあ企業価値の向上、中短中長期的な利益の拡大、まあそれをそしてまた成長投資につなげて,て、社会の発展につなげていくっていうこういうような流れを作っていきたいなとな考えています。はい。じゃあちょっと一旦 C.M. に行きます。はい。はい、いやあの半導体製造装置の世界は本当に複雑でもうあの。 まあ、ある程度していたものを、まあ、今回の対談に合わせてで随分勉強したんですがやればやらばやろうと話がややこしくなるというぐらい、まあ、非常にまあ物理的に機械的に作るというよりも、まあ、ケミカルの化学の学世界ですよねでも非常に、まあ、難しいので、まあ、非常に、ね、話を単純化しますけども、まあ、いわゆるまあ もあるともう極端に単純化するとそのシステムの開発や設計機械設計を行う研究開発という工程それから電子回路やの設計やソフトの開発を行う開発生産という工程でもう一つは販売活動という好み 普通に大まかに分けてもそれぞれものすごい専門性が要求されるわけですね。でその将来ののマーケットの拡大はこれも十分あるとだけど競争も当然あるわけだしその半導体製造メー,ー半導体メーカーも非常に高いものを要求もあるでしょうしそれに応えてあるいは それをもしくはリードしていくような立ち位置に立たなければ、やっぱり。まずいと思うんですね。はいはい、そうすると。当然最終的には人材をどうやって育成していくかっていうことになるわけですけども。はいそ,ね、その河合社長の。その考える人材で育成の仕方って、これはどうなんですか。はい、あの本当に今あの。 高さんんおっっしゃったとととこころろ一番重要なところだと思うんです、ね、まあ装置メーカーとしてはあの将来お客様が必要とする付加価値の高いネクストジェレーションプロダクトを持つこと、えー、そして、えー、ベストカスタマーエンジニアリングをしっかり、まあ、行っていくこと、えーまあ、すごく大きな設備投資をお客様はされてるわけなので、えー、カスタマーエンジニアリングがものすごく重要ということですけれどもそれの質を高めていくうのは 社員であって、えー、まあ要するに社員は価値創出の源泉と、まあいう観点で、まあ常に夢と活力のある会社、あということをまあ目指さなければならないと思っております。うん、まあその中心として、えー、まああの熱力強,強く持っているのは、あのおやる気重視経営の展開だろうと、というふうにかん考えております。その場合あのやる気をですね引き出すために。 まあフィーというかまあ給料というものは、まあ、絶対的な意味を持ってると思うんですけどうなんですかあ、そうですねまあ,あの報酬も一つのね、えー、あのにすぎないというふうには思っておりますけれども、えー、まあ当社の場合には業績連動報酬というような形であって、まあ、営業利益の数パーセントを要するに商用として。 あのまああの報酬に当てているわけなんですけれども、おかげさまであのこの数年間ですね、まああの一部上場企業の中のまあボーナス支給ランキングにおきましては、まあ大体一位か二位というようなあところであの推移しております。はい。まあただしっかりとグローバルワールドクラスのまあ利益に基づいて。 グローバル競争力がなければいけないと、まあ、いうことで思っておりますので。まあ、世界のトップメーカーを一つのベンチマークとして。まあ、それに匹敵する、要するに価値を創出していこうかなというふうに思っています。ただ、まあ、あの、報酬だけではないと思います。まあ、あの、ものすごく重要なのは、やっぱり。きちっとした利益に基づいて。 強い財務基盤のもとを要するにやる気っていうのは将来の自分の会社の成長に不安がないことがまず重要だしまあ強い財務基盤に基づいて、えー、要するにチャレンジする機会を作ることが失敗を恐れずにチャレンジする機会を作ることができることそしてまあ成功成果が出て,出てきましたら先ほどの報酬の話もありますしあとは方向性をやっぱり社員と経営があの風通し この辺のところがものすごく重要かなと思っておりまして、まあ、そういう観点では社員集会も年間大体20回ぐらいできれば直接訪問したいんですけれども <laughs> あの最近はそのコロナの状況でもありますから、えー、まあウェブで行ったりとか、まあ、しておりますけれどもそういったような工夫をしております。はい あのまあ、社員に,に,にとってはのやっぱり会社の、まあ、単なる報酬がいいというだけではなくて、まあ、財務基盤が安定していてもう思い切り、まあ、チャレンジをできるっていうのは、まあ、重要な環境だと思うんですけども、まあ、将来にはだってこの会社は成長していくんだっていう確信みたいなものは極めてモチベーションに大きく働きますよね。はいいそう思います まあそういったあのこともありますので常にあの十年後のビジョンだとかあと五年後の業績目標だとかまあ今はまさに業績目標を出しておりますけれどもまあそのあたりをまあ共有して行っております、うん、その社員のまあ価値創造という観点で見たときには本当に重要なわけですけどもちょっと僕加えたいなと思っていたのはその 東京レクサの発展の歴史を見ると、まあ、本当にカスタマーと一体となってその営業といわゆる営業単純な営業というよりも本当にそのカスタマーさえに立ってその技術的にもいろんなあの、まあ、ニーズも聞くし場合によってはあの、まあ、サジェッションなり提案もするしと、まあ、非常に高い能力が求められるわけですね。 それはこのコロナになってですね一般的にあのオンラインでも大丈夫だっていう簡単にまあ僕もそれ随分メリットはありましたけどもそう言ってもできるものとできないものってのあるわけでこの間の,その現地の社員の人たちというか社員とカスタマーとの関係とのはどういうふうに推移してきたんですかははい、まあ、あのこれはあの 経験してまああの感じていることですけれどもまああの従前はですねあの工場から装置とともにエンジニアがいて立ち上げるってことを行ったわけなんですけれどもまああのコロナ初期はもうほとんどもう海外には人が行けないというような状況でもお客様からは期待されるとまあ言ったところにおきましては。 現地の社員と,あと駐在員ですね社員員と駐在員がまあ頑張ってくれたとここはもう要するに呼べないんだと人が来ないんだと自分たちが何とかしなければならないと、まあ、いったところがあの働いてですね、まあ、それはあの本当に社員にも感謝したいし。 まあそのような現地社員を誇りに思いやす。本当にありがたいなとまあそういうことをこの2年間ぐらいで経験できたというのは改めて良かったなというふうに思っておりますはいま本当にまあ何をまあブーなんてね子供のようにまあ何が起こるかわかんないとまあそういう中でどう対応していくのかっていう時は本当にその会社の本当の実力が出る。 だんだなと僕は思いますけども、まあ、先ほど打ち合わせの中で会社長があの、まあ、社長の能力をによって会社の成長能力が経営されちゃうようなことはいかんと違う、はい、それを超えていくような組織にするんだというふうにお話をされてましたけどもこれはもう少し詳しくお聞かせいただきたいんですけど。はいまあ、おかげさまであの グローバルに成長してきているわけなんですけれども、えー、まあ先ほど申し上げましたが、まあ、あの世界18カ国だし拠点数も70拠点を超えている状況であって冒頭で申し上げました技術革新が早くて市場の変化もはや早いと、はい、まあ言ったあところにおいてはやはりその価値創出の源泉である社員とのそのなんて言いますかの能力 に大きく依存するところがあると思います。全て私の中で18カ国7。6拠点2兆円近い売上をコントロールしようとする方がいけなくて。まあ、あのそういうで当キャクタにはもう多様な人材がいます。まあその人たちの能力をいかに。上げていくのかが重要であって。 私の能力の限界が会社の成長の限界にはなったらいけないと言ったことを強く感じてておりますいや日本の費用も全社長に聞かせいうだからそういう意味ではもう本当にコミュニケーションも大事だと思っておりますし今後の10年間20年間の成長に向けてはですね、まあ、あのコーポレート・イノベーション・ディビジョンということで。 まああの多様な人材に集ままっっってててもらやいす 3G というふうに言ってるんですけれども、うん、ジェネレーションそれからジェンダーそれからグローバリゼーションということで、まあ、要するに多様な人材のところで、まあ、考えてもらった能力あのアイディアっていうのは私があの気づく遥か先を行ってると <laughs> まあいうようなことがありますので、まあ、そういった対案も含めてですね、まあ、風通しのところもありますけれども。 まあ、その辺のところ、しっかり取り組んでいきたいなというふうに思っています。はい、いや、本当に企業のサステナビリティの。お手本のようなお話、だと思いました。止ま <laughs> れだ。じゃあ、これで終わりたいと思います。どうもあ,すありがとうございました。